ザはサブで。まだセットアンドマッチ、駒田、8ゲームス2-6。今日は強気で昨日よりも攻めることができて、昨日はちょっとボールを落とし気味だったんで、今日は前に入ってプレーをしたら、エースが増えて、内容的には昨日より良かったと思います。年上、自分よりもパワーもあるし、テニスの経験もある人たちだけれど、なんか、そこでなんか自分もちゃんと、相手よりちゃんと考えれたことが良かったかなって思います。なんかこう憧れにしているとか尊敬している選手っていますか？ジュスティンの絵なんです。渋いところ。将来的な夢っていうこと。グランドスラムで活躍すること。どうも、観音温泉カップ浜松ウィメンズオープン大会応援団長のバモス渡辺です。ワールドカードトーナメント、見事駒田選手が優勝いたしましたが、国際テニス連盟の規約により14歳未満の選手が出場できないため、準優勝を果たした西野選手が本戦繰り上げという形になりました。8日から開幕いたします。ぜひ皆さん会場にお越しくださいませ。バモス。なんかすごい微妙な気持ちなんですけど、でもワイルドカードいただいたからにはしっかり自分のプレーで1個でも多く勝てるように頑張りたいと思います。一般の ITF に出るのは初めてで、あんまりそういうプロの選手と戦ったこともあまりないので、自分のプレーがどれだけ通用するのか試したいと思います。決勝では負けてしまったんですけど、自分今大会結構いいプレーもたくさんあったと思うので、自信を持って最後まで頑張りたいと思います。